さおばあちゃんのささもち東京で直売できるからとたくさん作り始めたのは60歳の時慰問で老人ホームに届けたら懐かしい味だと泣いて喜ばれた私の餅に涙してくれる人がいると商売にしてスーパーで売り出したのは75歳の時笹は山に分け入って取ります餅粉とこしあんは何度も細やかくして一時間寝かせ馴染むの待ちます蒸して笹に包んでまた蒸して葉の緑も鮮やかに200個がすぐに売り切れますスーパーで売り出すのは週に2日だけ体力が持ちません ひとまず引退 笹の季節になれば 再会できればと願うけれど後継ぎの人にThank you.
みさおばあちゃんのささもち」ありがとうございます。